今回はプロセグの最新情報を高速でまとめていきましょう。さあ早速ドロギンボーナストレンド1位、あざす。3位はつぎん、綾瀬つばき。え、やばきゃー、かわいい、あまりなかったねこういうの。そして男子賞、あ、神のマニマニ踊らせたい、かわいいしか出てこん、こんなもんよ、かわいい。プロセグニュースいきましょう。誕生日はこちらとなっております。あんちゃん、いちか、みずき、そしてみくさんと、みんなカレンダーにメモって忘れないようにしましょう。さあそして楽曲情報参ります。1曲目、フローイラインビロリチカということで、めっちゃ噛む、ビロリチカ、やばい、めっちゃ噛む、にゃにゃにゃさんですね。はい、どこもかしこも噛む。1曲目、踊れオーケストラ。3曲目、ロストエンファウンド。4曲目、バイバイ。そして5曲目、プロセカネクスト採用曲のそれでもいいんだよ、おめでとうございます。もう結構サクサクいっちゃいますね。後の方につれて もっともっとやばくなるんで、イエイ。そして書き下ろし、まずモアジャの書き下ろしは七星歓迎楽団さんということで、僕やみんなが好きな曲をたくさん出している七星歓迎楽団さんもラブ。そして2位、この書き下ろしは古川本坊さんですよと存じ上げてなかったんですけど、せっかくの機会なんで古川本坊さんの楽曲を聴いてみようかなと思います。はい、他にセットコラボの絵本と好きやログインストーリーもあるということで、ついにゲームまで進捗しますよと。そして一番やばいのは、カイステッドコラボの楽曲書き下ろしをあのハニーワークスが担当するということで、しかも8月下旬。え、ちょ早っ。え、ちょっと待って、プロセカかけるハニーワーかけるポカリはもう逆に熱中症になるくらい暑いわ。いやー、プロセカやっててよかったな。コラボは最高だね。2周年プロセカ開催祭の情報が出ましたよと。いや、この出演キャスト陣やばくないですか。まあ、それぞれでライブあるというところで、本当にチケット取ろうかなと思っています。取れるかな、取りたいね。皆さんチャンピオンシップ頑張ってください。サードシングル情報、ドン。25のジャケットが公開されまして、こちらですよと。ドン。くわ、難しい方の花がすげえ。グッズ出ますよと。毎回のようにグッズが出るのすごいっすね。トープがグッズ化しとる。